はい、どうもです。今回はですね、テムさんから案件をいただきました。ということで、今日はですね、テムでですね、こちらの釣り具を一式購入しましたんで、こちらを使いまして釣りに行って釣れた魚をね、食べていこうかなと思います。ということで、早速行きましょうか。まあ、今日ね、めちゃめちゃ天気が悪いんですけど、基本的に釣りは曇りの方が釣れるんで、コンディションとしてはね、かなりいいです。はい、なかなかね、釣りの撮影晴れてる日しか行かないんですけど、普段はこういうね、曇りの日とかの方がね、釣れます。映像的には映えないんですけどね。はい、というわけでポイントに到着しました。ではですね、今日は餌、サンマの切り身でいきましょう。餌釣りですね。もういいかな。いや、この普通にテムで買った竿で釣れるのかっていう問題ですよ。このリールも糸も全部テムで購入してますからね。今回購入して使用しているのがこちらのリール、なんと1689円。安すぎでしょう。ちなみに使ってる竿は売り切れてました。そしてこちらが P ライン496円。釣りしてる人はわかると思うんですけど、これほんまに安いよ。こちらは万能バサミ233円。キーホルダー式なので便利ですね。こちらのサングラスも購入しました。普通に良かったです。そして水を入れるバケツ、滑り止め付きの手袋580円。これまたコスパがいい。もう一発で早く大物来てほしいな。全く当たりないな。まあ餌釣りなんで待つだけですね。あか、雨降り出した。今回ね、テムで椅子も購入してますから、椅子兼道具箱です。こちらは多機能性釣りボックス、6650円なり。もうね、私もね、サバイバルとかずっとやってましたけども、もう今や背骨が4本折れたおじさんですから、ゆっくり釣っていきましょう。なんか来たぞ。いや、結構重たい気がする。さて、何がかかってるでしょうかね。あ、やばい、結構引いてる。おじさん来い、おじさん。今日おじさんの気分や。お前かーい。モンガラ系のお魚ですね。釣れなかったら夜の部が始まる可能性が。ちょうどいいやつ来い。白鯛来てほしいね。このカワハギ系がモンガラ系が釣れるっていうことは渋い可能性が高い。あ、来たな。さて、なんだ。くそ、水深 60m だから長えな。でも3頭中1頭釣れてるんでいい感じではある。絶対モンガラ、さすがにモンガラ。この引きは、あ、来た。なんや、こいつはオジロバラハタですね。ちっちゃー。綺麗やな。でも一旦生かしときましょう。なんかこのちっちゃい魚が釣れないようにでっかい針使ってるんだけどな。ちっちゃい魚釣るのがうまいのかもしれない。なんか当たってはいるんだよな。めっちゃ雨降り出してる。まあこれ帰宅の感じが出てきてない。これ以上雨強くなったら渋いな。やばい、今 BGM でホタルの光流れ始めてるかもしれない。来たんじゃない。いや、来てるな。この竿でも全く感じないぐらいの何かが来てる。なんか来てるわ。いや、かかってねえな。いや、合わせられないな。おはようございます。昨日は全く釣れなかったんで2日目ですね。今日は絶対釣りましょう。マジおじさんでいい。ほんまに釣ろう。いや、これはなんだ。あ、でも重たい気がする。うわ、なんやろ、カワハギな気がする。なんだ、ニジハタ。わ、これ今までで一番でかい感じするけど、どうやろうな。これ赤旗やと思う。よそ、赤旗。赤旗なんちゃうん。うわ、外れてる外れてる。うぜえ、さっきのでかかったぞ。よし、カンパチ来い。カンパチ、素潜りやったらカンパチ超簡単やのにな。
来た来た、これでかいんじゃない、でかいでかい、待ってでかい、やばい、来た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 、やばいやばいやばい、でかい、これはなんだこれ、来た、嬉しい、2日目だから嬉しい、くぅ重てぇ、いやこれ回遊魚っぽいぞ、いやめっちゃ行く、いかつなんや、よいしょ、お、本枠口火や、結構でかいじゃん、いいね、結構でけぇ、よし、なんとかまともな魚が一匹釣れたぞ、よっしゃー、お、やばい、来た、これは頼む、うわぁ、なんだ、2本目ほほ、赤口火や、こいつ多いな、今日2匹釣れたことですし、帰って料理をしていきましょう、はい、ということで戻ってきました、今日釣れた食材はですね、こちら、ほほ赤口火、ほほ赤口火、虹ハタ、オジロバラハタでございます。それでは早速観察していきましょうか。はい、こちらがホウアカ口火ですね。ほっぺに赤い模様があるのが特徴です。ちなみにこの魚はですね、なぜかね、沖永良部島では値段がつかないんですけども、実は結構美味しいらしいです。ちなみにですね、僕こいつらね、釣れても全部セリに出してたんで、初めて食べます。どんな味がするのやら。そして、こちらがオジロバラハタちゃんですね。めちゃめちゃ可愛いですよね。尾がですね、白くなってるのが特徴的ですね。で、バラハタと一緒でシガテラに当たる可能性もあると言われているんですけども、まあこのぐらい小さい個体だったら、まあそんな当たる可能性はありません。そしてこれがニジハタですね。で、みんなね、思ったと思う。なんでリリースせんのやと。こういうね、ハタ系の魚っていうのはですね、非常に浮力調整が苦手なんですね。ちょっとこっちから見てもらうと分かると思うんですけど、水圧に耐えられずにね、胃袋がこんなにもね、出てきちゃってるんですよ。まあリリースしてほしいっていう気持ちもね、分かるんですけども、こういうハタ系の魚はね、リリースしてもね、鳥に食べられるだけなんですよね。で、今日はですね、このホウアカクチビ2匹をさばいていこうと思います。ちなみにマサル、この魚食べたことがありません。初めて食べます。なんで、まあいつもの定番のね、刺身と唐揚げで食べてみましょう。いや、にしても鱗取りやすいぞ、これ。むっちゃくちゃ取りやすいやん。魚の中でもこんなに鱗取りやすいのなかなかいないよ。気持ちいい。はい、それでは頭を落としていくんですけども、2種類の方法でやっていきましょう。じゃあまずは普通に落としていきましょう。胸びれの後ろから包丁を入れていきます。反対側も同様に入れていきます。で、まあこうやって落とすとですね、この斜めの断面分、多く身をね、取ることができるんで、この魚を大事に大事に食べたい人はこれがおすすめ。でも、そんなん関係ないと、早くさばきたいっていう人はこのヒレの下に包丁を入れて、はい、こうするとですね、超早い。ただもちろん取れる身の量はですね、少なくなってしまうんですね。はい、それでは残りの内臓を出しまして、で、この浮き袋を取って、これ血合いがあるんで、血合いを洗い流してからサマおろしにしていきましょう。よし、 OK。 こういう一手間が大事です。はい、それでは三枚おろしをしていきましょう。この魚めちゃめちゃさばきやすいな。しかもね、身質が結構ね、めちゃめちゃ綺麗。これ刺身でも普通に美味しそうだぞ。はい、ではまず唐揚げから作っていきましょう。通常鶏肉とかだと唐揚げを仕込むのに、味がね、中に入るまでに結構時間がかかったりするんですけども、魚はですね、かなり味が入りやすいんで、まあ、大体長くても30分ぐらいで味がしっかりと入り込みます。逆に5時間とかやっちゃうとね、マジで辛くなっちゃう。じゃあ反対側もやっていきましょう。
い、そしたら唐揚げ用にいっていきます。めっちゃ美味しそうじゃんこの魚。全然美味しそう。なんで島では売れんのや。ただね、こういう魚はですね、稀にものすごい臭いことがあるんですよ。ただ今のところ臭みはないですね。はい、ということで唐揚げを作っていきましょう。醤油、生姜、ニンニク、酒ですね。はい、まず醤油、生姜、ニンニク、はい、じゃあ混ぜていく。15分から30分ぐらい置いていけば大丈夫ですね。じゃあ次刺身を仕込んでいくんですけども、結構ねこの魚水っぽいんでちょっと水抜きをしていきます。はい、じゃあ塩なるべくまんべんなくかけていきます。じゃあ反対側、皮目はねちょっと強めでもいいんじゃないでしょうか。こんな感じ塩を当てますと余分な水分が出ていくんで、その分旨味が凝縮するのと、あと水っぽい魚もやっぱりねどうしても食感がちょっとねグニュグニュしてるんですけど、これがね改善されます。ちゃか、じゃあ油を入れていきます。はい、じゃあ唐揚げを作っていきましょう。片栗粉、そう最近ねほんの少しずつ英語の勉強をしてるんですけど、片栗粉英語でなんていうか知ってる人います？ 3、2、1、 はい、これ分かった人すごいよ。ポテトスターチ。ポテトスターチなんだ。って思って、片栗っていう植物があるじゃないですか、片栗の粉やと思ってたんですけど、これちゃいます。原料見てみたら、ほらバレイショデンプン粉、これじゃがいもなんやって。まあ、中には本当に片栗のみでできたものもあるらしいんですけども、片栗の粉じゃないものに片栗粉って名前を付けれるんだったらいろんな悪いことできそうだよね。片栗粉だけ特別枠なのかな。もうこれがじゃがいもの粉って書いてあったら多分みんな買わないもんね。はい、それでは行きましょう。よし、上がりました。はい、それでは刺身やっていきましょう。いや、だいぶ水が出てきてますね。これ拭いていきましょう。うわ、すごい水、べちゃべちゃやん。これは塩当てして正解だったわ。じゃあ反対側も拭いていきましょう。いや、めっちゃ水出てる。はい、それで腹骨をすいていきましょう。初めて食べるんで分かんないんですけど、匂いもないし、結構ね皮も綺麗なんで皮も使ってみましょうか。うん、皮も硬くない、そこまで OK。 じゃあ炙っていきましょう。わ、良くない色が出てる。よいしょ、あ剥がれちゃった。じゃあ皮引いていきましょう。これやりすぎですね。焼き霜はちょっとやりすぎた方が美味しいみたいなところありますからね。はい、もうドカンと盛り付けちゃいましょう。はい、完成。はい、それでは完成しました。いただきます。大赤口火どうでしょうね。刺身からいきましょう。はい、それではいただきます。微妙、微妙です。食感はねすごく良くなったんですけども、南国特有のお魚の香りがしますね。微妙やな。60点ぐらいですね。はい、じゃあ焼き霜いきましょう。焼き霜ならね匂いが取れてる可能性がありますから。あ、焼き霜なら全く匂いが気にならんぞ。全然美味しいです。はい、全然うまいわ。うん、ちょっと魚としてのポテンシャルが高いかって言われると、まあそんなにポテンシャル高くないなとは思いますね。皮にうまみも特にないし、皮の香りがすごいいいのかって言われたら、まあ、特にまあ普通、うん、普通ですね。はい、そして唐揚げいきましょう。
ただきます。めっちゃうまいやんこれ。うん、プリプリや。はい、それではごちそうさまでした。ちょっと今回ですね、テムの商品全部使い切れなかったんですけども、まあエギのソフトルアーだったりとか、あとはライト、結構明るいライトもね実は購入しておりましたっていう感じでですね、わりかし何でもね売ってあります。はい、正直な話、漁師並みに釣りをするならば、まあさすがにガチ勢セットを揃えなきゃいけないんですけど、釣り初心者とかなのであれば全然こんぐらいのサイズなんで魚釣れるぐらいのクオリティありますから、遊びでわざわざ高いもの買うよりテムみたいなお手頃価格なものを買うのもねいいんじゃないかなと思いました。そしてですね、飽和が口火、まあ魚のポテンシャルとしては40点ぐらいの魚なのかなと思いました。冬場は基本的に魚は臭くないんですけども、冬場でこの匂いってことはね、夏取れてしまった場合は結構やばい匂いなんじゃないかなと思うんですけども、どうなんでしょうね。はい、この魚たくさん釣れるんでね、いつも競りに出してたんですけど、ツバ匂い比べしてみようかなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは